筒香嘉智限界突破、週刊 OPS 1.574 となりました。筒香よ、名古屋に帰ってこい。なお昇格はない模様。出身地和歌山やけど戻ってくるとしたらデトラ流織のどこや。筒香って6月7月あたりめちゃくちゃ打つし、この時だけ使えばまだ良さそう。悪いことは言わん、日本帰ってこい。来た。3A ならノイジーでもできそう。また一緒に砂田と細川と野球しないか。筒香に関しては有原と違ってもう十分やったから帰ってこいって感じ。同じ打撃型の吉田とどこで差がついたのか。32歳のマイナーリーガーが1週間大暴れしたぐらいじゃ昇格されんわな。よほど枠が空いてるとかならまだしも、 3A でやれてるなら日本戻ってきても余裕だろうな。なぜ3年目に良かったフォームをやめてしまったのか、2年目の終盤に打ちまくってたフォームのままならわからなかったのに。阪神ピンズドすぎる3番レフト用意できるぞ。 3A で死ぬほど打ちまくったとして今更昇格の可能性ってあるんか。安定感ない時点で魅力ないんだよな。MLB でもマイナーでも好調期が続かなすぎるわ。金持ってるおっさんマイナーリーガーって若手にめっちゃおごらされるらしいな。中島がそうやったらしい。週刊 OPS とかバカかよと思ったらソースあってくさ。ご視聴ありがとうございました。